兄ちゃん? ん? この人誰? 偉い人? そうさ 僕の恩師なんだから お兄ちゃんが夢中になってる変な研究と関係あるんでしょ? だってこの人産婦人科の先生に見えないもん 変な研究じゃないさ ねえ この写真なんだかおかしい ああ 手が加えてある 右半分の顔は左半分の顔の根が裏焼きしたもんさ だから変に思える どうしてそんなことしたの? その人は自分の顔を後世に残そうと考えたんだが その時右半分の顔は人に見せたくなかったんだ どうして? どうして? みゆきはいいな平和でなんでいつになったらみゆきには春が来るんでしょうあさってぐらいかな誰かいるのどう教えてよ弟に任せてねえあ咲くとこえどこどこみゆき天使の夢見る春だとなってねどうにかいいな由美子は春真っ盛りで悪い人のこと淫乱みたいに言わないでよね 自分でそう思ってるわけ?あった。自分で墓穴を掘ってしまった。ケツでしょ?どっちだ?おし。おい。ユミコ、確か今月誕生日だったよね?そう。 なんかくれ考えとくどうしてなんで聞いただけ変なの何がし何プレゼントいい男ちょっとあんたねうそ冗談でしょうがみゆきの真心がこもっていれば何だって喜んでいただきましたドナルドダックの人形すいませんごめんごめん怒った<笑> 可愛いってその口そんなんじゃフォローになってないごめんねちょっとごめんね電話兄さんうんあの何ですか? 高森みゆきさんでしょ?
おい。皮膚、筋肉組織、血液、抗体バランス、すべて異常なし。骨の異形もなし、染色体異常もなし。全くの正常な人間だった。普通の女の子だ。間違いないか？このバッグの中に。どういうことだ？どうなってるんだ？すまん！はい。お前ちゃんと確かめて連れてきたか？はい。それだけ。
Takamori です。ええ、そうです。あ、はい。とてもお話できる状態ではありませんので本人が落ち着き次第こちらがご連絡します。よろしくお願いします。足元頼んだのは戦いであんなとこにすぐと誰かに頼まれたんか。やってよ。かけたはずだ。途中経過なんてどうだっていいだろう。結果は同じだよ。高森、説明してくれ。妊婦というのは普通風邪薬だって飲ませないことが多いんだ。入院させるのも早すぎる。体操もさせない、散歩もさせない。ただ部屋の中でずっと寝ているだけだろう。考えられん。本人にはどう説明している。こんなケースは異常だ。誰が見たってそう思う。高森、カルテを見たぞ。犬や猿じゃない。相手は自分の奥さんだ。そうさ、教えてくれ。何をしようとしている。俺には全然理解できないぞ。他の父親たちと同じさ、最高の赤ん坊が欲しいと思ってるだけだ。元気？え？当然でしょ。
誰かが悲しんではダメだと教えてくれたのか。なぜ何もしなかった。あの子は普通だ。私にはその男の言ってることが理解できないし信じられない。不完全な予知能力だ、テレパシーだ。それを証明するというからわざわざこうして来たんだ。だいたい何もしなくても分かるなんて、まるでイカサマ信仰宗教の説教みたい。高森はあの子を妹にしてるんだ。あの子は第二世代だからだ。他に理由は考えられるか。おい、誰かを探し出して調べる意味はもうなくなった。どういうことだ。高森のやろうとしていることは俺たちの想像を超えている。多分高森自身結果については完全に把握してないだろう。おかげで写真見つけ合わされたんだからね。私はね、あんたのお兄ちゃんに頼まれてんだから勝手な行動取らないでちょうだいよ。もういいよそんなこと。うん、やだみだ。大体お兄ちゃんがおかしいのよ。いつまでも妹離れしなくて。よく言うよ、客でしょ。ん、違うか。私にはね、頼まれた以上責任するもんがあるんだよ。分かった。どうもご迷惑おかけしました。よしよしよし。大体あんたが悪いよ。なんで？何も考えない。ブカブカ。でも、なんかおかしいと思わない？ん？みゆきとマリコなんてさ。そう？うん。悪い？悪い。たまには静かな気分になりたいものよ。なにそれ。うっそ、冗談よ。私たちはね、みゆきが悲しみのあまり後追いしたくするんじゃないかと思って、すっごく心配なわけよ。大丈夫。いいから分かってればよし。ね、お以外はね、怒らないの。しばらくだな。まさかあんなことになるとは思わなかったよ。そんな話は聞きたくないな。少しは俺に感謝してくれてもいいだろう。みゆきは普通の人間だ。本人はそう思ってるみたいだな。
僕もそう思ってる。お前たちの考えすぎだ。僕の周りを調べればいいというものでもないだろ。高森、世の中というのは思い通りにいかないことの方が多い。そうは思わないか。そう言われて納得するのは何度もそういう目に遭った人間だけだろう。お前らの考え方は狂ってる。高沢先生がいなかったらお前は存在することができなかった。そうさ、俺は存在したくはなかった。前には分からないだろう。人間の醜い部分ばかり見せられてきた。差別なんて生優しいもんじゃない。一人だ。しかもそんな自分を好きになることもできない。面白いだろう。信じられるものが一つでもあればそれで解決する問題だ。お前は信じるべきたった一つの思想を拒否してしまった。そうか。便利な言葉だな。なぜみゆきを助けようとした。誘拐されたのはお前の妹だったら誰も眠らせたまま返そうとはしなかったろ。俺はお前や高沢と違って非情にはなりきれない。だが妹が助かったのは俺の意思とは関係ないのかもしれない。そう思った。みゆきに会ったのか。一つ教えてやろう。血液や細胞組織の特殊な力で外的造形を普通の人間に近づけるという高沢の方法には欠陥がある。どういう意味だ。脳波や感情の起伏に影響を受ける。頭部への衝撃の度合いや激しい怒り、恐れや悲しみによる感情の波が許容範囲を超えた場合、外的造形は元に戻るんだ。どうしてそんなことが分かった。簡単さ。俺の顔が元に戻った。自分が可愛いだけだ。自分の存在を正当化するために研究を完成させようとしている。それだけだ。人類の存続なんて偉そうなことを言うな。俺は誰かが俺のような目に遭うのを見たくないと思ってる。お前の研究は抹殺する。僕を殺すか。それだけじゃない。他に何がある。赤ん坊。お前が今の生活を捨てたくないと願っている限り俺には勝てない。お前の思い通りにさせない。妹のこともか。車出せよ。昨夜遅かったね。誰かと会ってたの。なんで。別に。ねえ、うん、高沢先
生の研究ってどういう研究だったの？どうしたんだ急に。なんとなく。ねえお兄ちゃん。うん。お姉さんのこと本当に好き？元気そうだね。ああ。さあ。ネズミとネコいらずの話を聞いたことがあるか。今のネズミは10年前人間が作ったネコいらずを食べても死なない。それどころかそれを食料にして繁殖する。人間にも同じことが起こりうると考えた科学者がいた。高沢圭一という科学者を知っているか。高森はお前の兄さんなんかじゃない。待つんだ。いいか、お前はこれから俺が言おうとしていることが分かってるのか。知らない。いいから聞くんだ、聞くんだ。どうしたんだ。待ってくれ。
薬がなくなって。いいんだよ、もう飲まなくて。習慣になってるから、ないと思ったら急に不安になっちゃって。心配ないよ。どうした？どうした？数時間後に子供が生まれる。怖いな。兆候があったのか。多分通常のケースとはだいぶ違うと思う。もうすぐ陣痛が始まるだろう。本当か？君に頼みたい。しかしどうしてお前がやんないんだ。信頼している。頼んだぞ。ああ分かった。ユキ、高森の赤ん坊は俺が殺す。血液は必要はない。死ね。
姿のまま殺してやる。
たちゃん。名前考えなくっちゃね。